さんこと O3 です。サラネコです。本日やっていくのはスマブラミニゲーム。今回ですね、コンサッツさんという方が考えたミニゲームを2つやっていきます。まずは狼じゃんけん。バープがね、結構使い方難しい。どこに行くのか最初覚えるのが大変。わー、こっち来た。これガード禁止です。これちなみに最初は様子見ようよ。おい、これ逃げた先に来るんじゃねえ。ガードと回避禁止です。これあ、そうなの。これ癖で出ちゃうから、これキーコン設定しますか後で。確かにね、癖でやっちゃうもんな。ということで、こちらブラスター、リフレクター、ウルフスラッシュがこう3組になっているので、こうワープを使いながらね、読み合って相手を倒すというミニゲームです。ちょっとこれさ、スマッシュとかはいいの？スマッシュ A よ別に。攻撃は何でもいいんだね。攻撃なんでもいい。あ、やめろ。読み合いも何もないやんけ、この A 連打。あー、あ、これ背景の赤い線と白い線はこれワープで繋がってるって意味なんだね。おう、あ、惜しい。くらー、うっしゃー。おいおいおい、さすがにね、大釣りには負けませんよってことですよ。あー、やばい、1対1だ。やだ、絶対負けない。落ちた。ほらー、下シフトだー。横火下シフトが難しい。これ LINE スタンプ発売中。下シフトっていうのは、横火をするときにスティックを下に入れると位置が下にずれることなんですけど。何、うわー、なんかね、これって奪えるんだよ、ほら。あ、なるほどね。先にワープを潰すこともできますよという。ワープ潰すの結構強いね。確かに選択肢が1個減りますからね。横 B でしか隣に移動できなくなると。あさあ、大スリーが復活してくるであろうワープゾーン、またしても消しておく。そこ死んだ。そんなんで負けるのか俺。それでは最後、ラメリー VS ソラネコということでね。さあ、やるか。やるか、こら。あ、負けためちゃくちゃ情けない声出た。1ストックは削るんだ。せめて1ストックは削るんだ。よっしゃー。下シフトができない。自分で解説したのに。オオカミジャンケン、シークとかゼルダとかもウルフと同じくらい強いです。いやいやいや、リフレクターとかないっすからね、そもそも。やめ、最悪。でもだいぶ戦い方分かってきましたからね、こっちも。やばい、おー、これまずい。勝てるわけねえだろうよ、ウルフに。ウルフ用に作られたステージなんだから。おめえら、おー、強っ。シークの下 B 当てたらちゃんと元の足場に戻れるんだな、それ。マグマでね、死んだりするからね。わー、プレバー。あー、うまいね、完全に待って。ねえ、これやばいって。さあ、1対1だ。シーク、むずそうだな、ソラネコ。これ結構ね、むずいね。リフレクターのない貴様にはブラスターが。よっしゃー。あー、ブラスター耐えた、すげー。で、しゃがんでよける。くそー、あれしゃがんでよけれるんか。そしてですね、ゼルダもなんと強いらしいです。ゼルダ強いよ、なかなか。今回対戦するのは O3。 おー、決まった。うまい、全部読まれた。おいしゃい。さあ、ゼルダの横 B ギリギリかわしていく。すごい。何、スピーディーな戦いになっていく。おお、かわしていく。あ、待たれた。しゃがん、これしゃがめるんですね、これで。確かにゼルダって NB でブラスターとか返せますからね。それ強、ずる。いや、強いな、ゼルダ。結構自由自在だぞ。横 B、下 B、上 B、NB 全部強い。やだ。ちなみに必殺技見せていいですか。あ、どうぞ。ちょっと待って、行くよ。あ、見せた。いや、容赦な。ちょっと待ってくれ。あれ、どこだっけ。ちょっと待って、見せたいものがあるの。あれあれ、死んだ。やめてくれよ、このまま決着つくのはやめてくれよ。いくよ。ほう、いや、見せた。ちょ、もう一回いくね。なるほど、なんかワープを使った何かができるということですね。わー、強くない。全ワープ一気潰し。これは確かに選択肢が狭まりますね。これやばいって、このキャラ。さあ、お互いラスト1ストック。あ、なんで弱なんだよ。はい、それではですね、次のゲーム、モードックに移りたいと思います。キーコン全く同じで問題ありません。ああ、さすが専門家いらっしゃった。2つ目のゲームはパックンフラワーを使ったミニゲームで、引き続きガードと回避は禁止のルールです。ラメリー対オースリー、いきましょう。やるか。ではルール説明がてらいきますけども、ワープで右隣のレーンに移動すると考えてください。マジで。もっと、ちょっと今のは右隣がなかったんで一番左下に行きましたけども、基本的に上のワープに入ると右下から出てくる仕様になってます。はい、こんな感じですね。ウルフみたいに技で隣にはいけないので、シューリンガンかポイズンブレスか下 B で首を伸ばして倒していくゲームです。あ、くそ、マジか。上にいるとね、基本フリーになっちゃうかな。いたぶり尽くしてやるぜ。あー、なるほど、まだ無敵残ってたんだ。え、ということは、やべですよね。ここにいたらダメだ。どんだけ下に入れるか。確かに敵に下潜られたらきついから、距離を取ってドーンですね。おっ、あー、おー、先に食べたのは、シャイ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 、くっそ。うえ、ここが強い。食ってやるぜ。でもあと1ストックですよね。これはさすがに勝てる。ポイズンブレス貯めてんな。え、ドッキリ使ってみてよ、ドッキリ。なるほど、使ってみると見せかけてドーン。あ、俺かー。すごい、今読み合いが発生してたね。やりました、本日初めての勝ちです。とうとうソラネコに勝つ時がやってまいりました。お、プロだから僕。ほ、そのふざけた軽口を聞けるのも今だけだー。あー。くそ、この
ミニゲームをちゃんと研究してるだと。女神クイクイ、もちろんですね。うぜえ。うわ、下取られたらやばい。わ、やめて。こらこら、逃げるんじゃない。ちょっと逃げさせてもらって、ちょっと必殺技見せようかな。必殺技、これね、下塞いで上からいけるんですよね、こうやって。わ、わ、あ、だ、ほらほらほら、あぶねえ、あとちょっとで当たってた。なに、わあ、あ、え、なんで、なんで、なんで、おかしいでしょ。自分から飛び込んでってしまった。どうする、これね、ポイズンブレスが右から左にしか流れないってことをソラネコから聞いているので。あ、いた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 、やられた。いや、うまいな、毒斬り、毒斬りうまいな。教わったことはね、使っていかないと。さあ、こっから逆転していく。やるね。クライシューリンガン。あ、うまい、シューリンガンをシューリンガンで止めやがった。うまいね。いいのかい、そんなところで立ち止まっていいのかい。おっと、うまい。きちゃー、まずい、これ強いの。ちょっとまだソラネコくんリードか。逃がさないぞ。よしよしよし、わー、これ強いぞ。そうか、下のワープに入って上から来ることもできるんだ。あの圧倒的不利状況から勝ったらかっこいいよ、かっこいいよ。あ、まずい、ちょー、おっちゃー。下に潜り込むとやっぱ強いな。ここからどうやつの下に潜り込むかが鍵だぜ。まずいんじゃない。まずいのはお前の方だ。あー、なんと、苦したかよ。上から勝っていく。ちょっと強かったな。上からは来ないと思い込んでいた。ちなみにこのミニゲームでもゼルダが強いらしいです。 O3 パックン VS ソラネコゼルダ、どんな戦い方をするんでしょうか。うわ、強いよ。これが強いですね。ワープなしで移動できるの強すぎるだろ。どこに行くかわかんない。あれあれ、これね、上に行ったりね、これ下に行ったりもいけるって、ね、え、それは強いでしょうよ。これどこに来るのかわかんないのがマジで強いな。何やるじゃないか。あー、そこの位置は、ババ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 、あー、ゼルダって横 B だけじゃなくて下 B も使えるんだ、このステージ。すげえな。逃がされよー。うわ、次よ。グーとチョキ同時に出してきたよ。ゼルダ出す前でもないよ、これ、ね、村人です。村人、村人ってなんや。ハニワ、これ、これさ、普通さ、隣にしか行けないじゃん。なるほどね、めちゃくちゃ自由に移動できるんだ。これこれ、逃げるんじゃない。しかもこれあれじゃん、修練眼取れるじゃん、こいつ。これめっちゃ強いよ、このステージ。わぁ、なに、よし、やられた。これハニは移動手段としてだけじゃなくて普通に遠距離攻撃としても強いな。でもね、うわ、うまい、うま、飛び道具意外とあるな、村人。あれ、パティンコで死ぬよ、これ。お、いや、パティンコどころじゃない、あの修練眼盗まれたって今。危ない、逃げたね、その修練眼使わせねー。あー、いった、やばい、これ負ける。どうしよう、突撃するか、行くぞ。あ、何、間違えちゃった、普通に操作ミスちゃった。ストックユリ、ストックユリだぞ。来たな、この野郎。いやー、ダメだ、負けた。やった、やった、やった、今絶対行けたのにな。勝つぞ、このまま。いやいや、今だ、ポイズンブレス。やべ、よし、あ、そっか、よしよしよし、やばい、これ負ける、あと1ストック、負けちゃうぞ。さあ、負けちゃうぞ。あ、負けた。今日からお前の名前はシューリンガンだ。いや、嬉しくな。